東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか最大の屈辱を味わって迎える2シーズン目昨季は、 1>, 1年での J1 復帰を目標に掲げ、それまで欠けていたリーダーシップを補完するため、多くのベテランを獲得。チームは、落ち着きを取り戻したかに見えた。しかし、ライバルたちが、順調に勝ち点を積み重ねる、一方で取りこぼしが、多く、自動昇格圏内を逃すと、J1 昇格プレーオフでは、福岡に敗れた。最大の屈辱を味わって迎える2シーズン目は、全員の覚悟が試されるその証拠が補強にも現れている。 中盤の大黒柱だった山口ホタルは海外移籍を選択したが、バーゼルから、かつてのエース柿谷を一郎が復帰。さらに、ドルトムントで修行を積んだ丸岡充も帰還した。川崎フロンターレで主役になりきれなかった杉本健優も慣れ親しんだ仲間たちの元へ戻り、復活を期す。さらに、外国人選手も実力者が揃っている。中盤の中央で起用されることが、濃厚のソウザは、 高い守備力と展開力をバランス量備えており、山口の穴を埋める活躍を期待される。ブルーのメネゲウとリカルド・サントスは、共に得点を争いに絡むことも、可能なほど能力が高い。他に、金沢で得点を量産した清原翔平や、鹿島から高い身体能力で相手を封殺する山村和也が加入して、選手層は、より一層厚みを増した。昨季まで主力だった玉田圭史や荻原崇弘。 関口国光、田代雄三、茂る輝き、橋本秀夫といった日本代表歴のある名手たちも安泰ではなく、J リーグ屈指のレベルでポジション争いが繰り広げられている。今期はアンダー2 3チームが J3 に参戦するため、王女隊で、なおかつ J2 では圧倒的な陣容を誇るセレッソ大阪には、J1 自動昇格ないし、優勝しか許されない。それ以外であれば。 完全に失敗とみなされてしまう覚悟の2016年が始まろうとしている補強と総合力それぞれの診断結果補強診断 AJ2 では反則レベルの補強を実現柿谷や杉本、丸岡の復帰は山口の抜けた穴を補ってあまりある実力派ブラジル人選手の確保にも成功し若手への投資も欠かさない J1 でも遜色ない J2 では 反則レベルの補強を実現したと言える。これで結果を出さないチームを想像するのは難しい。総合力診断 A。若手有望株も豊富。日本代表クラスの選手を多数抱え、若手有望株も豊富。J1 でも通用するであろう陣容で必勝体制を整えた。開幕前の段階で、個々のクオリティだけを考えれば、J1 昇格を果たせないと考えることの方がナンセンスだろう。実力は 間違いなくトップクラス。あとはその戦力を生かすも殺すも監督や選手自身の問題で自動昇格圏内を確保できなければ失敗だまずは確実に勝ち切る勝負強さを身につけ昨季は見られなかった安定感を養いたいサポーターの声確かに戦力は十分すぎるほどなのは確かだでもそれでもうまくいかないこともあるのがサッカーどうなるか楽しみだセレッソファンだけどあえて言うと 昨シーズンも昇格確実と言われてダメだった。J には名前で勝てるほど甘くないよ。これで勝てないならメンタルの問題。監督以外は問題ないレベル。監督頼むで、セレッソトップチーム以外すべて日本一。戦力は揃ってるから、あとは監督の采配次第。ディフェンスもちょっと心配かな。どうせなら完全優勝、一敗もしないで昇格してください。今年こそ、焼け酒のマンでもええように。 頼むでほんま。いいことだけどスポンサーもよく J2 のチームにこんなにお金出してくれるね。感謝しないとね。